ば永井、ディフェンス4バック右から三馬、松田啓太、斉藤、そして立野、立野はフルス対戦です。ボランチに西谷と町田、右久保、そして左に田中、2トップ島田と古川を予想しています。今日は斉藤と田中が先発入りしています。ゴールキーパー田川、ディフェンス4バックフルス対戦となる大山武蔵、センターバックは下堂と大畑、右安光、ダブルボランチ末木と坪川、右に松岡、今日は左に吉平を予想して2トップアルトゥールシルバ、高橋俊太、前節途中からゴールを決めた2人が先発メンバーです。西谷前線うまくコントロール、シュート狙った、狙っていきました。島田匠です。積極的にシュートを打っていきました。今シーズンここまで2ゴールの島田、その島田がいきなりプレスをかけます。さあ前から奪った、一気にチャンスだ、左足ナイスキーパー、その後セカンド中を見てそのままシュートを狙う、サイドネットが揺れます。前からのチェイシングでチャンスを作っていきました FC 大阪。ここで町田がうまく取ってから、まあ、最後ちょっと足を取られてしまいました。左足で狙っていきましたけれども最後はサイドネット、間でうまく剥がして受けた町田、中央ここでカット、松岡からのパス、斜めの動き高橋、前向いてアルトゥロシルバが狙った、キーパー正面です。奪ってから前向いて最後フィニッシュまで行きました。ロックスロー流れてきたところ、さあボックス内、左足シュート、あー最後は止めました。決定機を作っていきます FC 大阪、逆にカウンターに行きます。およく戻ってきました三馬、中央に入れる大平康光、うまくボールコントロール、さあ関シュートは打たずに広げた、さあ駆け引きしてここでも切り返す、松岡右を使います、スペースに出して中、おーナイスキーパー長い、末木のシュートでしたけれどもよく抑えました。この大山の折り返し、最後は16番の末木、あここで奪って、さあ前向く左パス、左足狙う、しかしシュートに少し勢いはありませんでした。うまくボールを遮断して最後フィニッシュまで行きました。三馬は下げて長井、長井から前線古川を走らせますが大畑の対応狙ってました。久保を奪う、さあ久保が行く中、古川そして島田もいる、久保のクロス、島田ナイスキーパー、最後はよく止めました。決定機作りました FC 大阪、お互い攻守でグッドプレーを見せました。さあ今度は松岡、松岡仕掛けられるプレイヤーです。下げて大山、大山がクロス流れて、さあシュート、これはポストの横、今度は逆に富山決定機を作っていきました。点を仰ぐ吉平、大山のクロスから流れていったところ、さあ中央、田中から右、久保、久保まだ行きます、久保が狙ってきた、最後シュート打っていきました。ゴールから遠ざかるボールを蹴ります。末木柔らかいボール、ニア先制、カターレ富山セットプレーから2試合連続でゴールを取りました。先制これで0対1です。今シーズンこれで4得点目、末木のこのキック、最後アルトゥールシルバー、まあ、うまくバックヘッドで得点を取っていきました。まあ、富山少し苦しい時間帯もあったんですが、このセットプレーで先制0対1です。アルトゥールシルバー得点を取って、さあ前に攻勢かけていきます。松岡、松岡まだ行く、松岡狙ったポスト、一気にカターレ富山、斉藤から町田、中を使う宇高、またを狙いましたがまだ行きます。宇高、さあ宇高、宇高が入ってくる、宇高が狙った、最後はミドルシュート打っていきました宇高海斗です。サイド
ドでの攻防、下げて長い前線に送りたい、前線に送る、ただここで跳ね返して試合終了の笛、富山これで3試合負けなし、アウェーの地で貴重な勝ち点3を得ました。決めたのは今シーズン初先発アルトゥール・シルバー、これで4戦連発、カターレ富山10年ぶりの J2 に向けてこのシーズン序盤でこのアウェーの地で大きな勝ち点3を得ています。